TRS の日本総代理店の有限会社エトス代の近藤博史でございます。2018年モデル、TRS-1 です。これと他にもうすぐ発表する、ラガモデルもございますが、こちらは1モデルです。今年の変更点としては、去年も全然今までも問題はなかったんですけど、フレームの強度がさらにアップしております。なおかつフレームの精度を上げまして、エンジンの積み下ろしとかそういうのが、容易になるように、精度アップが行われております。でエンジンの方はクランクシャフトが、変わりまして、振動が少なくなったりバランスが良くなりました。であとベアリング関係が変わりまして、より高級なものを使って耐久性がさらに増した、そういう状況になっております。でまたミッションの方もメリハリがしっかり効くようになって、しっかり、入るようになっております。リアのサスペンションは去年と同じでオーレなんですけど、中身は全然違います。非常にスムーズに動くようになりまして、非常に乗りやすいと思います。ダンパー調整も去年よりはさらに容易に変化が感じるようになっております。 CDI なんかも変わっております。で CDI が接点も変わりまして、また中身の若干見直しがありまして、すごくエンジン性能もアップしております。でまたあのガソリンタンクも同じように見えるんですけど、このタンクも、容量アップと、材質も少し変化しまして、強くなっております。あとプラスチック関係のパーツがいっぱいあるんですけど、すべて、昨年よりは柔らかく、材質が少し、柔軟になっておりまして、割れにくくなりました。フェンダーは本当にこれ強くて、これあの割れないんですよ。こっちまでこれピュッてやっても割れないんで、これはすごくあの特筆もんです。まず割れないです。この辺のステップ周りもすごくあの丈夫なんです。部品も全然出ないぐらい丈夫なんですが、このステップのブラケットも単造に変わっております、今年から。でさらに粘りが出て強くなってます。トラブル本当にあの少ないマシンで、ほぼもうこれでパーフェクト、もう完成品かなと、そういう感じが今年は特に受けます。でこれはあの250なんですけど、300もございます。で125は皆さんすごくあの要望が多いので、お待ちになっていると思いますけど、年内には入ると思います。